日本神奈川県横浜市緑区いぶきやいぶき屋は、神奈川県横浜市緑区の地名。定番を持たない、単独町名である。住居表示未実縮域。横浜市緑区の長津田地区にあたる。北西で長津田、北の温田川上でわずかに、青葉区棚町、北東で青葉区白鳥、大、南東で東海千葉町、南から西にかけて、長津田南大と接する。 いぶき屋は、隣接する、長津田南台と違い、一戸建ての建物も多く、大規模マンションは少ない。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、いぶき屋40番8の地点で21万9000円、平方メートルとなっている。東急によりしも長津田土地区画整理事業として、宅地開発された区域である。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 JR 横浜線が通っているが、いぶき屋内に駅はない。なお、最寄り駅は長津田駅、東海千葉駅である。いぶき屋内には横浜市営バス98系統が走っており、いぶき屋、上野原、グリーンハイツ前のバス停がある。横浜市長区域横欄。横浜市。2021年8月11日閲覧。AB、令和3年町長別人口。 横浜市。2021年8月7日閲覧。ハット AB、いぶき屋の郵便番号。日本郵便。2021年8月11日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。住居表示実施証明一覧。横浜市。2021年8月28日閲覧。 国土交通省地下工事都道府県地下調査市区町の遠隔横浜市2021年8月11日閲覧ハット AB 平成7年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成12年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調長,長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成17年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調長,長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成22年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調調アザと、総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調調アザと、総務省統計局2019年8月16日閲覧 小中学校等の通学区域一覧。横浜市。2021年8月8日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計と同府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号応募2020年度版。日本郵便。 2021年8月7日閲覧。ありがとうございます。